皆さんこんにちは。営業マンのラルフです。今回は福田康隆さんが書かれたザ・モデルについて解説します。本書はこんなあなたにおすすめです。もっと効率的に売り上げを上げたい。営業の改善点を明確にしたい。マネージメントで悩んでいる。そんな方はぜひこの本を手に取ってみてください。概要欄にも URL を貼っておきます。なお、このチャンネルでは営業に関する書籍の知識をアニメーションでわかりやすく解説します。 読まなきゃいけないのは分かっているけど、営業の書籍を読むのが面倒だと感じている方は、この動画を営業スキルの向上にお役立てください。また、この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本書の題名でもある、The Model とは、IT 企業である Salesforce.com で実践されてきた営業プロセスのモデルです。The Model を一言で表すならば、営業活動の分業性、顧客の獲得から商談まで、営業担当者一人で行うのではなく、 見込み顧客の獲得、マーケティング、受注につながりそうな顧客の選定、顧客育成、アポイントの獲得、インサイドセールス、商談、フィールドセールス、という形で商談までの流れを細分化し、各項目ごとに専門の担当者が行います。野球で例えると、先発投手が9回まで1人で投げ切るのではなく、先発、中継ぎ、抑えと3人で投げ切るといった感じです。寒風の鬼、江夏、VS、菅野、マシソン、大魔神、佐々木みたいな感じです。 分業にすることで担当者一人一人が各分野に集中することができます。つまり売上効率化が期待できるのです。著者である福田さんは日米オラクルセールスフォースドットコムを得てマルケット日本法人の代表取締役に就任。このザ・モデルの概念を日本に普及させた立役者です。言ってしまえばこの書籍をきっかけに一気に認知されるようになり、日本での普及の追い風となりました。今ではインサイドセールスというワードは日本でも浸透し、我先にと数多くの書籍も出版されております。 秘密の刃風に言えば、火の呼吸ごとく、始まりの呼吸であり、すべての原型なのです。この書籍を読まずして、インサイドセールスを語ることはできません。ただ、基本を学ぶことほど退屈なものはない、というのがリアルな本音かと思います。このような要約動画だとなおさら、すでに認知されている表面的な知識をなぞるような内容となり、この本を読む価値をお届けできないかと思います。 なので、今回の動画では、応用編である、商談というステージに的を絞って解説します。始まりの呼吸である、ザ・モデルの超実践的な内容です。商談プロセスに、ザ・モデルの概念を当てはめ、5つのフェーズに分けて管理するフレームワークです。この考え方を持つことで、商談の中でも、今はどのような提案をすべきか、が驚くほど浮き彫りになり、あなたの商談制約率に大きく貢献するでしょう。ぜひ、最後まで動画をご覧ください。 早速、商談の5つのフェーズをご紹介します。フェーズ1、商談未満。フェーズ2、ビジネス課題の認識。フェーズ3、評価と選定。フェーズ4、最終交渉と意思決定。フェーズ5、臨時決済プロセス。一つ一つ解説していきます。フェーズ1、商談未満。商談のフェーズ管理をする上で、そもそも何をもって商談と判断するのかという基準を決めなければいけません。訪問してみたら自社サービスでは対応できるものではなかった。 予算の関係で来期以降でなければ厳しい。 担当者個人としては検討に前向きだが、会社として検討段階ではない、というような例はよくあることです。このような場合は、本来商談のフェーズから外してもいいのでは、と思うかもしれません。ただ、検討の前段階から接点を持ち続けることによって、少しずつ温度が上がり、具体的な商談になるケースもあり得ます。むしろそっちの方が、いざ商談となった時に、課題に気づかせてくれた御社と契約するよ、となりやすく、将来的に角度の高い商談につながるため、商談未満のフェーズ管理は非常に大切なのです。 このフェーズでのポイントは定期的なフォローを漏らさないこと。また、相手が気づいていない課題に意識してもらい、これぐらいの期間に着手しようという会話ができればベストです。実態として、ほとんどの会社は自分たちの課題に気づいていないことが多いと著者は言います。そういった意味で、このフェーズは未来の契約のストックの役割になるのです。フェーズ2、ビジネス課題の認識。1のフェーズからこのフェーズに入れる基準は、自社サービスで解決可能なビジネスを持っている。意思決定のタイムラインが3ヶ月以内など、 一定期間内であることです。顧客が物を購入する際に生じる心の壁、不信、不要、不適、不急の4つの負がありますが、このフェーズは不要を突破する段階です。つまり課題を認識してもらい、このサービスが必要だと理解してもらうのです。たとえ課題を持っていたとしても、それを解決したいと思わなければ先に進めません。このプロセスの中で、このフェーズは一番重要ですので、しっかりと押さえておきましょう。まずこのフェーズでは、このようなフレームワークを用意します。 上のビジネスイシューとは、顧客のビジネス課題です。例えば、ある企業が3年以内に売上高を倍にしたいと考えていたとするならば、その目標を達成するためのハードルがビジネスイシューです。営業の力不足が課題であれば、営業人員の採用と代理店の拡大が必要であり、競合他社とのシェア争いがあれば、競合他社に対する勝率アップがビジネス課題となります。次に左のプロブレムは、現場の担当者が問題に感じていることです。 例えば、競合に対する自社の強みを整理した資料がない、競合がアプローチしている企業を察知する仕組みがない、なのがプロブレムです。それを解決する手段となるのが右のソリューションです。ここで自社サービスで解決できる機能、いわゆる提案内容が該当します。例えば、顧客と代理店の情報を一元管理するデータベース、顧客がウェブサイトを訪れた時を検知して営業に通知する仕組みなどです。最後が下のベネフィット、自社サービスによる投資対効果です。 この図をノートパソコンの画面に立ち上げながらヒアリングし、顧客や自分が発するキーワードがどの箱に入るかを意識しながら会話しましょう。これをする意図として、顧客の課題、ビジネスイシューと解決策、ソリューションのミスマッチをなくすためです。 例えば、プレゼンテーションをする際、顧客の重点経営課題が新たな市場開拓、シェアの拡大だったとしましょう。はじめのスライドでは、記者における課題、プロジェクトの目的というタイトルで綺麗にまとめられているのに、肝心の提案になると情報共有をリアルタイムで行うだとか、システムを統合して負担を軽減といったずれた提案になるといった感じです。このズレが生じてしまう大きな原因は、ビジネスイシュー、プログレム、ソリューション、ベネフィットの図を整理できてないことが挙げられます。 最も注意すべき点として、現場の担当者は自分が困っていることに意識が行きがちで、その担当者が考えている課題と、経営レベルで考えられている課題とは一致しないことが多いのです。つまり、企業課題、ビジネスイシューがスカスカな状態で、現場の問題、プログラムの話に進んでしまうと、話のスポットライトが現場の担当者に当たりすぎて、企業課題、ビジネスイシューに対してずれた解決策、ソリューションを提案することになるのです。 これでは、仮に現場の担当者が社内林業まで動いてくれたとしても、経営層で却下されてしまいます。例えると、ある家族の親の悩みが老後の資金であり、子供の悩みが夏休みの宿題だったとしましょう。その家族に宿題代行サービスを提案したら、最終的に親に却下されてしまいますよね。これと同じです。理想を言うならば、このフェーズで経営層と会うことです。 経営層からヒアリングすることで、しっかりと企業課題、ビジネスイッシューが正しい内容で埋まり、顧客にとっての適切な問題、プログラムが浮き彫りになり、解決策、ソリューションが提案できるようになるのです。フェーズ3、評価と選定。2のフェーズからこのフェーズに入れる基準は、顧客からの要件詳細確認、試作品などの検証を開始したタイミング、他社製品との比較検討を開始です。 ここでは顧客に話を進める価値があると認めてもらう必要があります。そのためには顧客の選定条件を作り出さなければいけません。その際に有効なフレームワークがこちらです。左上の総裁は自社と競合双方の強みと考えられること。左下の弱点は競合他社の方が優位性を持つ点。右上の差別化は自社が競合他社に対して差別化できる強み。右下の防御は双方とも弱く顧客のニーズに合致していない点。 重要なポイントとして、このフレームは顧客視点においてということが前提です。この顧客視点を無視して、競合他社との優位性を示したところで、その優位性が顧客視点において魅力でなければ意味がありません。例えば、誰でも使いやすいツールという強みがあったとしても、顧客が多くのエンジニアを抱えていて、使いやすさより自由度を求めていたら、それは強みになりませんよね。 バリバリトークの面白さを売りに女性にアタックしても、その女性が包容力があって聞き役に徹してくれる人を求めていたら、トークの面白さなどはもはやどうでもいいわけです。この女性は寡黙な年上の男性に魅力を感じる可能性があります。この寡黙な年上がこのフレームで言うと差別化に当たる部分になるのです。これが顧客の選定条件となり、話を進める価値があると思ってもらえるポイントになります。また、このフレームは顧客のキーパーソンから見てそう思ってもらわなければいけません。 ここで役職と社内の影響力は一致しないという話をします。役職が高いイコール影響力が高いというわけではありません。日本には年功序列が根付いている企業はまだまだ多く、年次だけで役職を与えられるぶら下がれ社員も存在します。逆を返せば仕事で評価されているものの、年次の関係で役職が与えられていない社員も存在するということです。 決裁権者は意思決定をする際、ぶら下がり役職者より、現場で活躍している社員に耳を傾けることもあり得るということです。ただ、この見極めは非常に難しいです。見極め方の一例として、役職者が話しているのに、部下がこの人分かってないなぁと言わんばかりに反対方向を向いたり、ボディーランゲージでいられるヒントもあります。役職がない担当者でも、過去に重要なプロジェクトを担当してきたというタイプは、たとえ平社員であっても影響力を持っている可能性があります。 このような細かい情報から担当者の影響力を見極めていくことが重要なのです。 フェーズ4、最終交渉と意思決定。3のフェーズからこのフェーズに入れる基準は、顧客担当者が臨理決済の準備を開始してもらうことです。ここで重要なのは、顧客の臨理プロセスをこちらから提案してあげることです。例えば自分が車や家など、大きな買い物をする際、慎重に判断したいですよね。それなのに営業マンに契約をせかされたら、その営業マンとはもう付き合いたくないと思います。ただ、ゆっくりでいいので心が決まったら連絡ください。と言われても、その営業マンに対して何か物足りなさを感じるものです。 ここでは契約後には役所での手続きが必要です。その時には住民票、印鑑証明も必要なので、〇〇日までには取得した方がいいですよ。また保険のオプションは先にご予算と合わせて検討しておかれてはどうですかと想定されるタスクを先回りして提案するのです。ゴールから逆算して、いつまでに何を完了すればいいのかを分かりやすく整理してくれる営業マンは顧客からしたら頼りになるものです。なのでこのような場面では、 今後こんなタスクがあるかと思いますよ。確認してみてください。と伝え、それぞれ役割分担をして進めていきましょう。このスケジュール感であれば、丸月にはプロジェクトが稼働しますよ。と示してあげましょう。そうすることで、顧客もしっかりと社内で動いてくれるようになり、想定外の倫理プロセスが発生することも未然に防ぐことができます。 フェーズ5、臨議決済プロセス。いよいよ最終プロセスです。ここで重要なのが、失調を防ぐためのリスク検知能力です。自動車教習所のテキストに出てくる、ロー運転ではなく、かもしれない運転を心がけることが重要です。ここでは、著者が紹介する失調を防ぐための5つのチェックポイントを紹介します。1、最終承認者は誰か。2、発注書へサインする人は誰か。3、臨議決済は電子承認か、紙での回覧か、口頭承認でも OK なのか。 4. 取締役会や経営会議での決議は必要か否か。5. 起案者が過去に同じような金額の決済を通したことがあるか。一つ一つ解説します。1. 最終承認者は誰か。ここで最終承認者は誰かを聞くだけでは不十分です。なぜなら仮に役員が承認者だったとしても、その役員は部長が決めたものをそのまま承認するのであれば、実質最終承認者は部長だからです。その承認プロセスまでしっかりヒアリングしましょう。2. 発注書へサインする人は誰か。 発注書にサインするのは最終承認者と異なる場合もありえます。仮に経理部門の場合、業務時間外に無理なお願いができず、発注が予定日に間に合わないケースもありえます。なので発注書にサインする人は誰かはしっかり押さえておきましょう。3. 人気決済は電子承認か、紙での回覧か、口頭承認でも OK なのか。著者の失敗談で全ての承認を終えてホッとしていたのもつかの間、発注書に押す因は社長室の金庫の中、 鍵はあるものの、社長の許可なしには開けれない。そんな社長は海外出張の飛行機の中で連絡つかず、で、成績発注ができないといったことがあったそうです。かなりレアケースなようにも思えますが、それぐらいの想定外が起こる可能性を踏まえることが重要だと著者は言います。4. 取締役会や経営会議の決議は必要か否か。 もしこれが必要であれば、開催日時の他に、いつまでに資料が必要か、どんなメンバーが参加するのかの確認が必要です。中には、会議の3営業日前までに資料を提出しなければ決議が持ち越しになるケースや、社外取締役が参加する場合は、チェック機能を働かせる役割のため、宿題を出されるケースもあり得ます。こういったことを先回りして対策を打つために、しっかりと確認すべきことです。 5. 起案者が過去に同じような金額の決済を通したことがあるか、担当者本人は社内で誰の承認が必要かの規定を把握していても、実際は会社の監修で別の承認ルートが必要といったことがあり得ます。過去の決済を通した実績や、金属年数でもある程度判断できることです。しっかりとここも確認しておきましょう。この5つのポイントを押さえておくことで、予期せぬ事態を未然に防ぐことができます。このかもしれない運転で、より確実な地中へつなげていきましょう。以上、5つの商談プロセスのフレームワークを解説させていただきました。 このようにフェーズを明確にすることで営業マンは今どのフェーズに位置しているのかを意識しながら提案できるようになります。そうすることで顧客の温度感にマッチした提案ができるようになり、押し売り回避にもつながり的確な提案ができるようになります。 また、フェーズの移行判定基準も明確にすることで、社内の報告の際に、その基準をベースに打ち合わせができ、より的確なアドバイスをもらえるようになります。プレイヤーとしても、マネージメント側としても、生産性のある会話につながります。結果的に、効率的に売り上げにつながっていくことになるでしょう。このフェーズ管理は、すぐにでも実践できることです。ぜひ、あなたも自分に合ったフェーズ管理を見つけて、実践してみてくださいね。 今回の動画のまとめです。今回の動画では、福田康隆さんが書かれたザ・モデルについて、5つの商談プロセスのフレームワークを解説させていただきました。 本書は戦略、プロセス、人材、リーダーシップという観点で、福田さんの経験を交えながらビジネスのヒントが綴られております。本書の題名でもあるザ・モデルは、salesforce.com で実践されてきた営業プロセスのモデルでもあり、それぞれ独自のザ・モデルを作り上げてほしいという福田さんの思いも込められています。今後のビジネスで生き抜く新たなプロセスの原点として、今後も語り継がれていくこの書籍は、営業マンに限らず、すべてのビジネスマンが読むべき一冊です。 ぜひあなたも手に取ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。共に頑張りましょうね。